あ、南部好きなん？ですね、それはまた今度ゆっくりジョジョの話をさせていただければなと思います。トミーが大好きなものもう一つあります。それがこちらです。ドン。あ、間違えたごめんなさい、間違えました。これです。お酒、お酒です。お酒はですね、比較的何でも飲めるのですが、特に日本酒が好きです。なので晩酌配信とかもしたいなと思います。ただお酒ね、強くないんですよお酒ね、好きなんですけど強くないので。スクショタイムということでですね、表情をまだお見せしてなかったと思います。笑顔しかお見せしてないんですけれども、ちょっとこのいろんな表情をお見せできればと思います。まずは笑顔からですかね中でもちょっと恥ずかしいですねじゃあ、ちょっとあの渡辺先輩の顔もできるんですよ。次がこの怒り顔ですね。だいぶ怒ってますね。次悲しい顔します。どうでしょう。悲しい顔です。次が、これお酒を飲んだ顔です。あっちょどうですか皆さんはどれが好きですか。照れ顔です、これ。すいません。照れ顔です。照れ顔です。照れてる顔です。お酒を飲んでいる顔ではありません。ウィンクか。どうでしょうか。全身もお見せしたいと思います。よいしょ。まずこの辺りまで。どうですか。どうでしょうか。もうちょっと上行きますね。こんな感じです。髪の毛がね、すっごく揺れるんですよ。次いきます。シュ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 っと、おっ、シュシュ。足です。で、これちょっとね、どうだろう、見てほしいんですけど、見てほしくない。見てほしいんですけど、見てほしくないと言いますか。スカートが透けてるんですよ。スカートが透けてるんですよ。
どうですか？これ揺れるんですよ。もうちょっと恥ずかしいので、これぐらい。うん。で、ちょっと足先ですね。こちらが大福です。ちなみに大福も、一応怒ったりとかするんですよ。これはちょっと、あれ。わかるかな？大福がちょっと怒ってるんですよ。大福と不仲ってことはないですよ。ちょっと怒ってるのわかりますか？あ、大福はですね、日本の言葉というか言葉は喋りません。意思疎通はラミーが脳内でする形になります。ちょっと怒ってますね。ちなみにこの悲しくもなります。大福も悲しくなるんです。うん。悲しい。どうですか？悲しい大福、どうですか？あと、これはでも普通の大福ですね。どうですか？大福いるんですけど、ここに。大福もいながら少し雑談をして、大きな声を上げてしまいました。申し訳ないです。すいません、すいません。同期の紹介をしてないです、まだ。忘れてました。すいません。大きな声を出してしまいました。すいません。同期の紹介を、まだしておりませんでしたので、していきたいと思います。ごめんなさい。ごめんなさい、耳鳴りになっちゃいました。ごめんなさい。すいません。ですね、明日初配信が、ももすずねねちゃん。ももすずねねちゃんはですね、歌って踊れる。やることなしこと、面白い、ご機嫌のムードメーカーです。ねねちゃんはですね、本当に、すごいんですよ。センスがですね、絵も、イラストもすっごく上手なんですけど、なんて言うんですかね、独特なセンスも持ってたりとかして、あともう本当に明るくて、みんなに元気をくれる。あれ、ももすず、ちょっと、ももすずねねちゃんが、ごめんなさい、すずももになってる。ねねちゃんごめんなさい。あと、ももすずです。ももすずねねちゃんです。ごめんなさい。ももすずねねちゃんです。もうほんとごめんなさい。あれ、なんでだろう、なんでこんなことになってしまったんだろう。すいません。後で、謝っておきます。それでは、今日この配信を見てくださった皆様、そしてアーカイブをご覧になってくださっている皆様、皆様に祝福がありますように。それでは、おつらみでした。本当に初配信、皆さん来ていただきありがとうございました。またお会いできたら嬉しいです。